いきなり来ましたね。皆さん、はい、あの、どんなような嫌いなとこあるんですけども、はい、置いときまして、それでは皆さん、早速、舞台のグリップにお書きください。お願いします。この間ちょっと適当にされてもらいますね。僕が本当に嫌いなことをしたんです。わかりました。これ15人いっぱい嫌いなことがあるんです。強く喋ってます。長くなっちゃったんですよ。ひろいさんは嫌いなことがあったんですか？そんなことはないですよね。嫌いなことはない。はい。同じテーマを書いて、今日は嫌いなことがありますね。学生の3名様の答えを先に見ていきましょうか。3名様、皆さん同時にオープンしていただきましょう。それではフリップオープン。確か